近おとなしかった理由はそれか。違うよ。いやでも最近さ歌聴きながらおとなしい。そして追い出されました。あやはやチャンネル。ほら、かんちゃんが心配しとるね、ママ。ねえ、どう怖い。危ない。どう怖い。かんちゃん、首挟まる。バイちなみに今何の勉強してるんですか？理科。ワークが終わったと思ったら終わってなかった。それって夏休みの宿題終わってないってこと？うん、違う、それは違う。テスト前の宿題が終わってなかった。うん。待って、これで6で、最近おとなしかった理由はそれか。違うよ。いやでも最近さ歌聴きながら踊ってた。最近歌聴いて踊っとったね。物語の主人公は、ああ読み上げるな。でも音楽聴きながらやったな。うん、音楽聴いて踊って勉強して。踊るところもぜひしてみましょう。絶対嫌だ。ジャンプして遊んだ。ヘイ。なんか怪しい、そう聞こえるなと思ったらそれか。じゃあそろそろあやさん瞑想タイムに入るらしいので、瞑想は瞑想やよ、どこ行くかわからんの、走る方なの。はい、なのでママは部屋に戻ります。ずっと行ってくれる。あの次パパが来ますので。マジ来んじゃん。10分後。置いてっていい？やだ、敵死にそうなんだけど。死なん。置いてくなよ。アレクサ、うつろを仰ぐ再生して。あ、アレクサ、うつろを仰ぐ再生して。あ、アレクサ、ビビットバットスクワットうつろを仰ぐ再生して。うん、あ、うん、切れた。切れた。あ、おい、で、呼んでくるって親父を。あ、
はい、現在午後9時半です。良い子は寝る時間です。あ、悪い子がおった。おいでかな、持ってほしいの。は？来んの池向こう。今日は密着レポートすると言ったじゃないですか。は？さっきまでガーゴーガーゴー寝とったくせに。ガーゴーガーゴーはよくよく聞かれますね。めっちゃこれパート。このベッドで寝ていいの？あれ、仏壇の面積広がったかこれ。そして追い出されました。大変だね。うざい。取材や申し込みさせていただきましたけど、密着取材、密着取材を申し込みさせて、鼻かんでどうしたんですか。今何の教科勉強してるんですか。頑張ってください。以上、パパからのレポートでした。カメラを置いていいですか。密着取材を申し込みさせていただきました。はい、勉強行け。もうすぐ終わりやろ。あと20分ねえ、マクル、おいここで寝るな。だって置き去り変わんないやろ。花輪、終わり。終わり。おやじ結局寝たん。何やっとんの。はい、終わり。ということで、この時間帯にお勉強終了です。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。いつまで起きとるつもりやなと。起きとるよ普通に。